なんとか10分逃げ切らねえと。吐きなしじゃ絶対かなわねえ。え、ここなら覇気が回復するまで休めそうだ。ありがとう、エダ。ブリュレだよ。大体何のつもりだい。ここはもう鏡の外だ。逃げたきゃ逃げればいい。覇気は消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。バカに言えた。戦闘のことには頭が回るの。でもそれじゃダメだ。見聞色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。うん。だが鍛えるとなれば私は甘くないぞ。望むところだ。よろしく、おっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生、師匠。いつかレイリーが言ってたんだ、強敵と戦うほど強くなるって。俺にも見えるかな、少し未来。調子に乗るな、チビスケ。あいつを超えたい。俺、全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答えろ。なぜ戻ってきた。逃げたと言われる恥より死を選びに来たか。それとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと懇願に来たか。お前に勝ちに来た。俺に勝